今までに出会った中で一番ケチだった男のエピソードを教えてください。これは中華っぽいようなファミレスのところで、そこの一番安いラーメンを、一番これがお金かからなくていいんだよねって言いながら頼んでたのが、ちょっと正直引きました。他のメニューも、例えば少しチャーシューが多く乗ってたりするようなメニューも、そんな500円も600円も変わるわけじゃないのに、わざわざ言わなくていいのにって思って、ちょっと引いたことは覚えてます。恋人未満の男性に対して、まこさんの方から押し倒してベッド入り持ち込んだことはありますか？その肉食的手口を聞かせてください。あります。片思いで私がすごい好きだったんですけど、多分相手はお気に入りではあるけど、別に私と付き合おうとかは多分なくて、多分いいように、こう、遊ばれてたというか、時間が空いた時に飲み行ったりご飯行ったりみたいなぐらいの感じで、一度クリスマスの時に自分も付き合ってる相手いなくて、その人も相手いなくて、クリスマス時間あるし飲み行こうみたいになって、帰りその人ん家に泊まりになって、で、特に、その、何もされないというか、相手からは何もその時はしてこなかったんですけど、私の方が、まあ、同じ布団に途中から入って、の誘いをしたっていうことはあります。でも、結局その時、やっぱり、したことはしたんですけど、まあお付き合いはその後しなくて、すごい気まずい雰囲気になったのは覚えてます。はい、というわけで女子部屋でした。まことお友達になってくださる方、チャンネル登録してくれると嬉しいです。あと質問とかもお待ちしてますね。